ブラーフミ文字で記された、ホッケ行のサンスクリット語者本教とは、仏典の一つであり、釈迦が説いた教えを記録した聖典のこと。三蔵を構成する、律、教、論の一つをなす。仏教においては、厳密には、元来、教とは、三蔵として構成される、仏典の三分類のうちの一つ、教蔵、我はこう聞いたで始まる。 釈迦の苦絶文献群の範疇を指す言葉だった。三蔵は以下の構成を持つ。後に大乗仏教経典群が数多く作成されて追加されていき、三蔵構造が崩れてしまったことや漢字で教と訳され、スートラ、三蔵との対応関係が意識されづらくなってしまったことから北伝仏教漢字文化圏においては仏典全体を漠然と今日、 経典と表現するようにもなっていった。そのため北伝仏教、漢字文化圏では、三蔵に代わる仏典全般の総称として、大蔵経一切経という古称、概念が新たに形成、普及された。このように、北伝仏教、漢字文化圏における、経、経典という語には、という二つの意味が混在しており、 文脈によってどちらの意味で用いられているか注意する必要がある。スートラの原義は意図のことで、もともとはバラモン教においてベーダのためにまとめられた三文公用書を指して読んでいたが、後にバラモン教、ヒンドゥー教の様々な文献や仏教の文献にもこの古称が採用されていった。ノーマンによれば仏教用語のすったスートラは、 サンスクリット語の作タに由来しており、よく話されていることを意味し、これは仏陀によって解かれたものはすべてよく解かれたとの信念からであるという。ありがとうございます。